はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、これからの冬キャンプにあるとめちゃくちゃ便利なね、冬キャンプ用のギアというものをね、ご紹介していきたいなと思っております。皆さんね、冬キャンプの暖房、どのように防寒対策されてますでしょうか。ストーブね、いろんな形のストーブがあるので、石油ストーブを持っていく方とかね、カセットストーブ持っていく方とかね、いらっしゃると思うんですけれども、私はですね、こちら、去年もね、ご紹介しましたけれども、ネイチャーハイクさんのストーブにもなるし、上がね、こういう感じでこう、閉会できるので、これ開けとくとね、上でね、クッカーなんかで調理もできちゃうんですよ。閉めとくとストーブにもなるというね、OD 缶で使うタイプのストーブなんですけれども、これを使っております。ただね、テントの中で暖房器具を使った時に、皆さんね、同じ悩みが発生すると思うんですけれども、暖かい空気ってどうしてもこう、上に溜まってしまうじゃないですか。で、下がどうしても底冷えというかね、地面も冷たいですし、下の方がだんだんね、寒くなってきて、足が寒いなーとかっていう感じになってしまうんですけれども、先日もね、幕開けのクラウドファンディング、もうね、終わりましたけれども、でやっていたストーブファンというものをご紹介したんですが、こういったストーブのね、上に乗せて、扇風機みたいなものでですね、風を循環させることによって、幕内の上の方にこう溜まってしまう空気っていう、暖かい空気っていうのをこう循環させて、幕内をね、均等に暖かくするというね、便利なね、ギアがあるんですけど、そちらのですね、めちゃくちゃコスパのいいストーブファンというのをAmazonで見つけましたので、今日ね、皆さんと一緒に見ながらね、試していきたいなと思っております。それではね、早速、本日ご紹介するストーブファンなんですけれども、こちらです。結構ね、コンパクトなんですよ。まだね、開けてないんですけれども、先日、動画でね、ご紹介しました、こちら。リギアさんの、これね、めちゃくちゃ今回もクラウドファンディング1200円以上ね、応援購入したみたいなんですけれども、バージョン2のヒートウェイビーというものと比べていただくと、これだけね、サイズ感が違います。人それぞれね、車で行く方、そうじゃない方ね、なるべく荷物のね、積載量とかもね、制限がある方もいらっしゃると思いますので、できる限り荷物はね、コンパクトにしたいぞというような方に、こちらね、こうもう見た限り、これだけね、サイズがコンパクトになってますので、結構ね、まずコンパクトさがね、一ついいんじゃないかなと思っております。では、早速ね、中開けていこうと思うんですけれども、こちらね、今日ご紹介するストーブファンなんですけれども、メーカーさんね、ペイパイさんというストーブファンで、めちゃくちゃ安かったんですよ。これがもともと通常価格が3899円なんですけど、今なんかセールをやっていて3280円で、さらに200円オフのクーポンがついて3080円で買えてしまうんですね。で、さっきちょっとちらっとね、箱見ていただいた前にご紹介したリギアさんのストーブファンっていうのが、クラウドファンディングなんでね、何パーセントオフみたいなのありますけども、基本的なこう通常販売価格みたいなのは1万2000円ちょっと超えてくるような感じのものになりますので、約ね、4分の1の値段で購入できてしまうというね、かなり破格なね、ストーブファンというのを見つけましたんで、今日ね、皆さんと一緒にね、見ていきたいなと思ってます。ではね、早速開けてみましょう。ここがまずね、めちゃくちゃ箱が丈夫で、硬い。開いた。よいしょ。じゃん。あ、ここにね、説明書入ってますね。こんな感じのやつで。ではね、中開けていきましょう。じゃん。あ、すごい。かなりね、しっかりした箱に入ってます。こちらが、こんな感じで、すごいね、厳重に梱包されてますね。よいしょ。ここを外してあげると。よいしょ。はい。こんな感じのね、サイズ感になってます。かなりね、コンパクトですよね。コンパクトで、こちらもですね、ほんとストーブの上に乗せるだけ。電源不要で、熱、このね、寒暖差を利用して、ここにね、チップが入っていて、そこで発電をして、このファンがね、回るという仕組みになってます。なんでね、ポータブル電源とかを持っていく必要がなく、これをストーブね、の上に、ポッと乗せてあげるだけで使えるというね、ギアになってます。そしてこちらね、特徴としては、まず羽がね、6枚。そしてね、私、こういう、なんていうんですか、
工学的なことわからないんですけど、このね、羽をこういう風に曲げることによって、より風量はね、アップしてるらしいです。風量が強いというのがね、特徴だそうです。あとは、ここのね、使っているとこのプレートなのかな、これが本体がこう熱くなりすぎてしまうと、ここのね、中のチップとか中のね、モーターとかが傷んでしまう、故障してしまう可能性があるそうなんで、それを抑えるために温度が高くなりすぎた時にですね、ここのこのプレートがなんかこう曲がるのかな、曲がってストーブとこのストーブファンとの間に隙間を作ってですね、自動的に自分でこう温度管理というかね、保護してくれるらしいんですよ。そういったね、加熱保護プレートっていうのが入っていて、安全装置的なね、役割を担ってくれるそうです。でサイズの方がこちらがですね、見ていただいた通りかなりコンパクトなんですけども、高さが約19センチですね。ここまででね、この持ち手のところは覗いてます。あと幅がですね、この羽の部分が一番大きいかな、羽の部分で約17センチ弱ぐらいですね。で奥行きがこの羽本体も入れてだいたい10センチ強ぐらいのサイズ感になってますので、かなりねコンパクト、手と比べて手よりちょっと大きいぐらいのねサイズ感になってますので、非常にね持ち運びもしやすいんじゃないかなと思います。でまずね、本体の重さの方がこれ 500g という表記がありまして、素材はねアルミ製だそうです。ではね、早速使っていきたいと思うんですけれども、撮影ね屋内でやってますけれども、窓をね開けてしっかりね換気してやっております。皆さんはね、屋内でストーブ使うときなんかは気をつけてやっていただければと思います。ではね、こちらのストーブ点火していきましょう。はい、これでね今ストーブがつきました。ちょっとカメラのね画角を変えます。こんな感じかな。これでね今ね上の方がこうあったかくなってるんですけども、ここの上にこのようにストーブを乗せてあげるだけなんです。こんな感じですね。もうちょっと上げようか。こんな感じ。これで置くだけでここが温められて、こことのね寒暖差でこのチップが発電をするというね仕組みらしいです。ちょっとずつね羽が回り始めましたね。あ、回り始めた。おー、回り始めましたね。ちょっとねこのカメラのシャッタースピード、これ今スマートフォンで撮ってるんですけども、関係であんまりねこう早く回っているように見えないかもしれないんですけど、今ねかなり速い速度でね回り始めました。うわ、だいぶね今ね正面風来てますよ。これ前にねご紹介したリギアさんのねストーブファンと比べますと、首振り機能とかはないんですけれども、シンプルにこう風をね送って空気をね循環させるというね機能をね絞ったことによって、これだけねかなり破格な値段でストーブファンっていうのをね実現してるみたいですね。これは3000円ちょっとでこれはかなり使えますよね。こういったストーブとねセットで使っていただくとか、石油ストーブ使ってる方なんですと上にポンとね乗せていただくだけで、これだけ結構ね風来てます。
6枚刃っていうのはね、結構風がね強くなるらしいので、あと今ねストーブのこのガスが出てるね燃焼音がシャーっとしてるのであんまりわかんないと思うんですけども、このファン自体の音がほとんどしないんですよ。消音設計って歌ってるだけあって、このね上のファンが回ってる音自体はストーブの音がね大きいんでほとんど聞こえません。ご自宅でね石油ストーブとか使ってる方でも、これをね上にポンと置いといてあげても全くこのファンがね回ってる音とかでうるさいなーなんていうことはねないんじゃないかなと思います。はい、このようにですね電源不要でストーブの熱を利用してですね自家発電をしてこのファンを回すという仕組み、非常にね便利なアイテムになります。ストーブ単体で使うよりも圧倒的にですねやはり膜内が暖かく、ね、なる速度が違うというか、暖かい空気が、ね、循環しますので体感温度が全然違いますので、ストーブファンどうしようかな、欲しいけどなっていう方で、値段とかでねちょっと手が出しにくかった方には、今日ね撮影してる日ではセールとねクーポンがあって3080円でね購入できてしまうので、一旦ね今シーズンお試しで使ってみたいよとかっていう方ね、ストーブファン今まで使ったことなかったけどっていう方にはねぜひねおすすめできるアイテムなんじゃないかなと思います。そしてね注意点としては、今ねこの状態で下ろしてどっかに置いてしまうと、このストーブのね自体が熱くなってますんで、置く場所はね熱いものをね乗せられるところに下ろすか、もしくはこのようにストーブを止めてしっかりと冷めた状態でどこかにね置いて収納とかをしていただくように気をつけてください。そこだけはね今この状態だと多分触るとね火傷するぐらい熱いと思いますんで、そこだけは皆さん気をつけていただきながら、このねファンの方でストーブ冬キャンプ楽しんでいただければと思います。それでは本日はですねこちらのペイパイさんのストーブファン、日本語のね取扱説明書もついてますので、と言ってもまあ載せるだけではあるんですけれども、ストーブファンね購入検討していた方の参考になれば幸いです。概要欄にねリンクの方貼っておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。